はい、それでは経済の2回目です。2、契約と消費生活ということで、学習課題は消費における契約と発生するトラブルについて考えるということです。で、契約物をね、買ったり売ったりとかいう関係性を前回やりましたが、これについてですね、大事なものとして消費者主権っていうね、消費者主権という考え方があるんだと。で、これは自分の意思で適切な商品を購入するということなんですが、これで自分の意思で、物を買ってない可能性があるんだということを、まあ、この教科書では最初に言っているんですね。で、普通考えたら、いや大抵自分の意思で買ってるよというふうに思うと思うんですね。物を買うときは自分でこれいくらだって判断して、これを買いたいですって言って、でお金払って物をもらうと、これは普通に自分の意思でやってるよいつもと思うんですが、これ自分の意思でやってないケースがあるんだ、これしかも結構多くあるんじゃないかというふうにこの教科書を見てますね。これ何かっていうと、広告というものを使って我々は、情報を手に入れますね。まあ、テレビの CM だとか、まあ、雑誌とか見たりして、いろいろこう、これいいなっていう商品を見つけるじゃないですか。で、それを購入するんですが、本当にそれって欲しかったものですかって問われると、そんなに欲しくないものを買ってるっていうケースどうですかね、ありませんかね。はい、まあ、自分自身はあまりたくさん物を集めるってことはないんですが、まあ、たまにこう時計をたくさん集めてるとかいますよね、人で。まあ、でも時計って何のためにあるかというと、時間を見るためにあるわけで、そんなにこう10個とか100個とかいらないとは思うんですが、まあ、多く持っている。これは多分時計を、時間を見るという以外の魅力が何かあってたくさん集めてるんだと思うんですね。で、これまあ本当に信念を持って、これを集めることが自分にとって大事だっていうふうに思って買っているんだったらいいと思うんですが、何かこうたくさん持ってる方が、かっこいいっていうふうに思わされてるとか、もしくはそうですね、まあ、たくさん持ってた方が、後々自分にいいことがあるとか、まあ、そういった形で、本当かどうかわからないこと、またこれしばらくしたら高値で売れるからとか、そういう形でですね、こう欲しい気にさせて自分で買いたくもないものを手に入れてるってことがあると思うんですね。まあ、その時計とか物だったら保存が効きますが、例えばですね、その食べ物、に関してだったら、そうですね、その、まあ、例で言うならば、お腹いっぱいなのに、まだ食べてるっていう人いますよね。まあ、自分でも経験あると思うんですが、大体そういう時って、まあ、これを食べればもっとこう楽しくなれるかなって思ったり、もしくは、別に食べたくもないんだけど、目の前でこれって貴重なんですよとか、これ安いですよとか、今これ食べないともう損しますよみたいなこと言われて、いや本当はお腹いっぱいなんだけど食べなきゃいけないかなって気になってると。で、これはもう全く自分の意思で適切に判断できてないんで購入しているケースですよね。はい、なのでそういったことをなくして、自分のちゃんと意思で適切に物を買う、これはむちゃくちゃ大事なことだと思うんですね。で、そういった意味で、いろいろ考えていくんですが、まず契約って一体何なのかということを考えていきます。これは売る側と買う側の合意なんですと。で、例えば契約といえば契約書というのがあるというイメージかもしれませんが、実は契約書がなくても契約って成立している。例えばコンビニで、まあ、アイスを買うとか、そういったものも契約書に一個一個サインしなくても物を交換しているということですから、まあ、売る側と買う側の合意があって契約が成立している。なので、これについてはですね、いくつか誤解があって、例えば、こう契約自由の原則というのがあります。これは物を買うということについては当然お店側は拒否しないというふうに思うと思うんですが、これ自由の原則から言うと、その売る側と買う側と両方が合意する
なのっていうことなので、これ欲しいですって言ってもそれはあなたには売りたくありません、こちらの人に売りたいですっていうことが実はまあできたりするということですね。契約が基本的には、個人と個人のその、合意によっても続くわけですから、お互いの合意がなければそれは取引されないっていうことです。で、契約したい相手を自由に選べるということが、まあ、あります。だから売る側買う側対等であるという前提があります。さらにその契約が成立した後は一方的に勝手に、それをなしにはできない。だから結構こう物を買っても、あ、これちょっと思ったものじゃなかったってことで返品したいっていうところ時あると思うんですが、まあ、これ大抵お店の人は受け入れてくれたりもしますが、実際にはこれはダメだということですね。基本的にはもう契約を結んだんだから、一方的な理由で、返品したいというのは認められないというのが基本であるということです。で、ただしですね、問題なのは、買う側と売る側、これ消費者と生産者ですが、どちらが有利かというと、実は生産者の方が有利なんだということですね。で、ここが問題となって消費者問題が発生しているということですね。実は物を作る側っていうのは、その作ったものに関する素材がどういう素材なのかとか、どういう害があるのかとかがよく分かっていると。食品ならば、こういった成分があって、でこれは全く体に害はないけど、これはもしかしたら特定の人には害があるかもしれない、例えば妊婦さんがこれを食べると問題かもしれないみたいなことは大体分かっているわけですよね。だけど、買う側については細かく分からなかったり、もしくはそこに嘘が書かれていたりして、問題はないって書かれてるけど実際は問題があったりしたらすごい被害を受けるわけじゃないですか。で、それについてですね、買う側が見抜けなかったことが悪いっていう風になるのは、大きな問題ですね。当然、作る側は情報がある、買う側には情報、知識や情報が不足しているという現状の中で、契約自由の原則っていうのに基づいて、いや、それは自由ですからねっていう風にしてしまうのは、まあ、これはもう消費者問題を大きくするだけであると。うん。で、なので、ちゃんと、欲しいものを買う。で、欲しくないものは買わない。で、欲しくないって思えるような、欲しいって思えるような情報と、まあ、欲しい、これはちょっとまずいなっていうものを見抜ける情報ですね。まあ、こういったものをちゃんと提供するためにも、まず、売る側が伝達責任が必要だということに、これ加えて、ここには書いてないですが、国や地方公共団体といった、まあ、都道府県とかですね、こういったもの、人たちが、ちゃんとあの消費者主権の、推進を実施していくと。いかにして、嘘の情報に惑わされずに、ちゃんと自分の意思で物を買うっていう風な状況を作れるかどうか。まあ、これはですね、とっても大事だと思います。消費者、買う側の自己責任にせずに、まあ、売る側、もしくは、その、国や地方公共団体がしっかりとやっていく必要がある。ということが、まあ、この教科書の主張としてあります。はい、以上です。